はい、お疲れ様です、えー。今日はどんな人が経営者に向いているかっていうのを、ちょっと2択方式でやってみようかなと思っています、えーね。14年か、もう14年経営者やって、やっぱりいろんな方を見てきて、まあ実際にうちで働く子もね、で、うちから独立したっていう子も何人もいると思うんですけど、まあそういう中でやっぱ、 まあ法則まではいかんけど、実際になんかこうやって今働いてて僕ね、職人なんかやってると、俺なんか親方になれるんかななれんのかなとか悩むと思うんだよね。で、もっとね、こういうふうになんなきゃいけない、ああいう風になんなきゃいけないってやっぱ悩んでると思うんで、実際じゃあ経営者ってどんな人がなってるかも含み、ね、含めながら、 実際の人の紹介っていうか2択でちょっと話ししていこうと思います。えー、そうそう。チャンネル登録いいね。あ、3万チャンネル登録。昨日かな昨日行きました。あの皆さんのチャンネル登録のおかげで3万チャンネル登録超えたんで、またいい機会にあの登録してない方はあのぜひ登録して年内5万チャンネル登録目指してますんで、よろしくお願いします。 はい。それでは第1問。お金を使うのが得意な人。お金を貯めるのが得意な人。えー、どっちだと思いますかね。まあ普通この B、お金を貯めるのが得意な人って言うと思うんですけど、俺は実際逆なんだよね。お金を使うのが得意な人の方が俺伸びると思ってんだよね。まあ伸びるって言ったらあかんけど、その、やっぱ経営者に向いてる。 うんまあ、どっちも本当に必要なスキルだから、まあ、どっちかが欠けてるって本当はよくないんだけどどっちかしか持てないって言ったら、まあ、今従業員で働いてる子だとかなんだって悩んでてあ俺お金貯めるのが苦手だからなどうだなこうだなと思ってんだったら、うん、まあ別にこっちを覚えた方がいい、あのー、お金をまた使うのが得意になってきたらお金なんか貯まってくるようにもなるし、うん、でまあ、してやさ給料30万40万で貯まってること自体おかしいと思うもね。 うん、まあ、ある程度た、まあ、30万、40万手取りであれば、まあ、貯めれるよ。貯めていかなきゃいけないし。うん。だけど、なんちゅうかな、おか、まあ、B でもさ、俺よくあるのは、その、まあ、先輩とかでもそうだけど、あご飯食べに行く。あ僕出しますよって言うとさ、あいいありがとうって言って、すぐ引いちゃう人で。そういうせこい人。で、なんか物買っても、あーいいーって、すぐ、なんか、おるでしょなんか、うん、なんか言葉が難しいけど、お金、 せこい。ほんでじゅ、やたら自分のブランド物買ったりとかさ、車買ったりとかはするんだけど、なんかお金出さない奴っていない。自分の物にしか使わない人。もちろんそれって悪いことじゃないんだけど、うん、ただその、やっぱ、なんて言うかな、経営者やってる人だとかなんだっていうのは、やっぱこっちの人をすごい可愛がると思うんだよね。可愛がってもらうからその出すっていうわけじゃないんだけど、やっぱ経営者にやると、なんて言うかな、 人のために金使うのが仕事みたいなもんだからさ、自分になんか俺だって給料なんか、だってまあ社長だから3倍でも4倍でも持っていけるわけじゃん。でも3倍4倍持っていくことでやっぱ人からたった5%でも下げや俺3倍4倍持っていけるかなそりゃ100人200人って動いてるわけでしょ人が職人さん下請けまで含めると毎日動いてるから。ねだから、うん、俺伸びないと思うんだよね、そういうやつって。うん、だからなんかお金を うん、使うのを得意な人に、まあ、皆さんもなってほしいなだから見え張る必要ないけどね派手に金バーってばらまくだとか格好つけてね連れと飲みに行ったらに全部出すだとか、まあ、そんなことする必要はないと思うの、まあ、女の子とかさその後輩とか従業員と飲みに行ったらね俺はまあ出すし、まあ、出す必要ないと思うの逆に従業員が、ね「いや僕出します」って言ってきたら「お前名め取んのか」って。 逆に怒るけどまあそれはそ,それで甘えやいい部分だと思うから、うん、いいと思うんですけど、うん、まああんまり長なってもい,いかんのであれですけど、うん、まあ変なすごい人間まあ自分のためにだけ使うっていうような人にはなってほしくないしそういう人はまあ俺は、うん、まあ商売向いてないよねうんはい、はい、じゃあ続いて自分の好きなことをする人我慢ばかりしてしまう人 これもどっちだと思いますかねうん。まあ、みんな自分の A、自分の好きなことをする人っていうかなんか自由に生きてる人ってさ、すごいなんか、羨ましく見れるし、あ、こういう人が経営者に向いてんかなと思うけど、俺実際 B だと思うんだよね。うん。で、商売やってる人って、まあ、その俺もなんか、どっちかっていうと、パーンってあれやりたい、これやりたいってやるけど、やっぱ、なんちゅうかな、仕事ってさ、 まあ俺我慢の連続だと思ってるんですよ。なんかほんと筋トレと同じ。筋トレってみんなまあ好きでやってんだけど、まあきついことじゃん。だから仕事も本当にきついことだと思うんですよね。だってそもそもだってそうでしょ。ご飯食べに行くって、俺らがめんどくさいからじゃあご飯屋さん行って、料理するのがめんどくさいからご飯屋さん行くわけでしょ。だからそれなのに楽なわけないし楽しいわけないじゃん。ね。で、塗装してもらうのもそうだと思うの。あのー、 自分年塗れは塗れんことないのね。時間限りは。何ヶ月も限けは塗れると思うんだけど。まあ、くちゃくちゃになっちゃうかもしれんけど。うん。だけど、まあ、塗れんことないのやっぱお金払って頼むんだから。ね。こっちがそんだけいいものを提供してあげながら。やっぱ、その、仕事なんていうのは雑用だと思うんですよ。うん。だっていろんなものを自分でやれないから人に頼むで、それが経済になりたってうんだから、仕事なんかそもそもめんどくさいことだと思うの。でもそれをなんか勘違いして、いや、俺はもう好きなことしかやらないと。 で、新卒採用とかでもそういう子いるんだよね。22、3で夢見て、ね、会社入るで。俺はこういう世界に行きたいんですって。まあね、塗装屋さんだからリフォーム会社だから、まあそういう住宅関係のところに入りたいんですって。じゃあ来るじゃん。で、じゃあお前その会社入って何やれると思うのといえばお客さんとセッションしてこうやってやって,って、その華やかなとこしか、まず入るときって見えてないじゃん。 だからそういう子って入ってくると案外、いや、こんなはずじゃなかったってってやめてっちゃうんだよな、こういう A みたいな子は。だけど実際に会社入って1年目、2年目、3年目、なんかさ、雑用ばっかだし。俺なんか経営者14年やってさ、本当に100人、200人って人が動いてんのにさ、そんでも雑用だもんね。その当、当時だったらそのね、やり始めて1年目はその簿記に自分で書くっていうところから、まあ今はジムがおるから違う雑用に変わってるだけで、 ねこの YouTube もそうですよ。なんか楽しそうに見えるけど、うん、実際このね、まあ毎朝10分とか15分の動画上げてるけど、楽しそうに見えるじゃん。だけどそれを撮るのに、やっぱ2時間3時間かけて撮るわけだし、で、その前にはやっぱね、スタッフがその会場撮ったりだとか、企画考えたりだとか、実際に上がってくる編集したりだとか、で、それに対してそのアップロードの設定したりだとかっていうスタッフがまあおるわけじゃないですか。 だから仕事なんて本当にね、ねなかなかそんな楽しいことだけって俺も本当いないと思うんだよね。でまあみんながそうやって憧れて経営者とかに会う機会あると思うんですけど、ああ、いや俺はもう本当めんどくさいこと嫌いだからなって俺も実際行ってるどっか歩いてちょろちょろ格好つけてやっぱ言うわ。だけど、やっぱ努力してると思うけどな。で俺は経営者とか色々見てそういうことを言われるけど、 まあ実際にいろんな話聞いてるがでも、やっぱこの人すっげえ努力してるなーってやっぱわかるしね。うん、だから、うん、本当に筋トレと同じで、その筋肉つ,つけるのにさ、楽しては絶対つかない。体力もつかないじゃん。だから、経営者になるって、俺は逆にね、こういう子、なんか自分たちがこういうことで、俺はなんかこういう派手さがないけど、なんか言われたことをコツコツやるのは得意なんだけどなっていう子の方が、俺は経営者に向いとると、本当に思います。 うんまあそういう子じゃないと続かない。実際経営者やったら、あ俺こんなはずじゃなかったわ。だって YouTube でもそうでしょ。みんなやり始めたら、なんか90%ぐらいがやめるんでしょ ?1000、1000チャンネル登録いくまでに90%ぐらいがやめちゃうらしいね。99%だったかな。でも、まあそんなもんだと思うもん。まあ商売もそうだよね。だからその入り口、みんな儲かんない、その一番きつい時のところで、やっぱ脱線してっちゃうし。うん、まあそっからね、ある程度結果ついてくるけど、まあね。 うん、まあ、なくなるで、まあ、そんな感じです。じゃ次行ってみましょうか。はい、友達がたくさんいる人と、友達が少ない人か。えー、これもみんなどう ?A の方がなんか成功してるように見えるんちゃうのかなうーん、まあ、俺は、 違うんんでですよ B だと思ってるんですよまあどっちも大切だよねある程度誰とも喋れんみたいなみたいなもうコミュニケーション障害みたいな感じだったらちょっとあかんけどうんまあ何ちゅうかなこの友達が多い人ってさなんか付き合ってるのに忙しくていろんな人と会ってるのに忙しくて実際の仕事する暇ないでしょなんかそ大げさかもしれないけどどっちもまあもちろんいるスキルではあると思うんですけど何ちゅうかな 友達少なくてなんか、コツコツやってる人の方が、俺はなんか案外、いや派手に見える。人からは見える。俺も見える。けど、実際どうかっていうと、俺はもう本当に内向的じゃないけど、一人でいる時間好きだし、その、もう少しでも余分に働きたい、少しでも余分にゆっくりしたい、少しでも余分に寝たい、少しでも余分に遊びたいって、 やっぱ思ってるんだったら、その無駄な人と無駄なことしたくないの。無駄な人って言ったら失礼になっちゃう。だけど地元の連れとかも,もう大好きだけど、俺は。だけどもう、その会う時間がまあもちろんないし、会おうとな何ぼでも会える。今日一本動画撮らんと友達と会っとりゃ会えるしね、飯食い行こうかって言ったらいけるけど、いいけど、やっぱ、 ね会社を成長させていこうと思うと時間が必要だし、ねお金とかその資金力とか技術的なこととか、なかなかまだまだないじゃん。で、ね、もちろん会社立ち上げて一人二人三人の時にさ、うーん、その、連れとかかまいりち飲んどったら会社なんかうまくいかないと思うもんね、俺は。うん、それよりも、ねあの、従業員の友達紹介しまうだとか、誰か紹介してくれそうな人と会う。結局人なんか取れないじゃん。あの、YouTube のコメントでも入ってるけど、 そんな名古屋は人取れるんですかとか結構みんな入れてくれるけど、いやみんな同じことで悩んでるよ。動画見てる人も、で派手に見える。うちはいっぱいいい人が来たように見えるけど、そんだけ動いてるもん。全スタッフが人を採用するっていうことに対して、やっぱ動いてるし、YouTube もそうですよ。もともとね、そういう採用関係とかなんだっていうこともあって、やっぱ動いてる。だから、そこに対してやっぱエネルギーっていうのは、ま,あ、まずお金そんなねえんだからさ、みんな。 うん、だから、時間使うしかないじゃん。絶対的に。そうなると、無駄なことに動く必要ないし、うん、なんか、友達と会ってた、ね、優秀な人と会ってたって、前、この間、ね、人脈がどうっちゅう話したけど、そんなことよりもやっぱ、実労働だからさ、うん、その、いや、人を紹介してくれる可能性がある人と会うとか、それは仕事でいいよ、別に。ただな、うん、なんか、なんか、あの人、すごい有名人だからとか、芸能人だからとか、 お金持ちだからっていう意味で合ってるっていうのは、うん、ただ交友が深い人。で、ようおるはもう、俺もこれぐらいになってきたねよう、パーティー好きみたいな人おる。本当に毎日なんかそういうのは夜集まっては酒飲んで、なんか武勇伝語って遊んでる人はいるけど、まあ、大して伸びてないもんね。もうその人たちはまあ昔成功したとか親の代とかいい時代でパーンってハマってさ、成功してるのもある人もいっぱいいると思うんですけど、まああんまり大したことないでしょ、そういう人は。 うん、人間としても別にかっこ悪いじゃん。そんなね、自分のスタッフがおる、自分のね、大事な、大好きな仕事があるのにもかかわらず、ね、まあ、過去の栄光にすがって酒飲んでるって楽しくないもんね。うん、だから、俺はこう案外、ね、俺は友達が少ないから経営者に向いてないんじゃないかなっていう人で、のこそ、何か、ね、だって仕事もらうのに喋れるやつとか楽しいやつなんか求めてないもん。 俺も逆に楽しい奴なんだ。信用できないもんで、ね、現場任せるのにさ、楽しい奴信頼するまあ、それは楽しいから信頼しないしするは、まあ、失礼だけど、楽しい人に失礼だけど、俺もどっちかと,いうと自分が楽しいでそういう言い方しちゃったけど、ごめんなさい。ねだけど、信用できる人、別に楽しさらんか求めないじゃん。うん。だって、そうじゃないうん。きちっとした仕事をしてくれゃ遊んでええし、 うん、約束のことをちゃんと守ってくれる人に信頼して任せるんだから、うんうんうん、こういう感じね、そ、そ、そいつが逆に飯行きましょう、飯行きましょうとか言ってきたらもう、だから俺はもう、あの、下請けさんにはほとんど飯食わないからね。で、あの、年末年始の挨拶までやめてくれって言うとね、こっちも挨拶申し上げないでいけないから、そっちからも来ないでくださいって、お互いに仕事しましょうって。だって、12月と1月も挨拶したらほんとずーっと挨拶なんだもん。ずーっとどっかの会社が挨拶来るんだよ。たまらんじゃん、うん、だから、 ね友達が少ないっていう人も、うん、十分、十分というか、そっちの方が向いてると思うから、うん、勇気出して、あのー、商売してください。はい、今日はまあ、この3点、ちょっと問題形式はどうだったかな。ちょっと、うん、まあ、俺も、再生回数悩んでるねまあ、ほんと、費用対効果合わへんわ、と思っとるけど、とか言って。<laughs> ね、あのー、ぜひチャンネル登録と、いいね。いいねほっとつけてくれる。なんか、ちょっと俺も喋るの上手になったんかなと思って、調子になっちゃうけど、 うんあのー、ぜひまたあの一生懸命また題材作って喋りますんでチャンネル登録してくださいよろしくお願いします